ちょっと広告しないとなって思って。ちょっと皆さんに報告しないといけないなって思って枠をつけました。ちょっとこの度タグマくんとお互い納得した上で別れることになりました。いや、本当本当、お互い納得した上でちゃんと、まあ、ちゃんと話してっていうか、まあ、直接会って話したわけじゃないけど、まあこうなるのはやっぱ予想つくというか、分かれました、たくまくんと。たくまも納得してる。そう、なんかこう、まあ、相手も、まあ、我慢して付き合ってたっていうのもあったし、なんか私に対してそのなんかこういろいろ我慢してたんだって、そういうのもあったりとか、あとなんだろうな、まあちょっと私もちょっとこう先が見えなくなっちゃって、多分これまたこうやって喧嘩になるんだろうなとか、そう、ちゃんと考えて、ありがとう、まあ話し合ったとも言ってないけど、私がたくまくんに、まあ、その自分の 思ったこととかを伝えて、たくまくんも OK みたいな感じで、別れることになった。ちょっと考えたけど、なんかこう、いや多分だけど、こう私にこういろいろなんかストレスがあったんじゃないかな、なんかそれがなんか感じてきちゃって、でもなんか多分私が配信をしながら、やっぱ配信者の人と付き合うっていうことが本当難しくって、そう、遅かれ早かれまあ別れるだろうなって思ってたんだよね。そう、でもその、まあ、たくまの私物も毎日にあるから、まあそれもたくまに発送して、たくまも毎日もう発送、なんかお互い持ってるものをもう発送するっていうのも話の段階までちゃんとなって、その上でちゃんと配信つけた。
いやなんか、まあでもほら何かこう考えながら、じゃクリスマスまで、クリスマス終わったら別れようとか、それも変な話だからさ。まあなんかこういろいろ相手が我慢してたことがあったんじゃない？なんかそれでちょっと、まあ、私もなんかなんだろう、あこれはきっと続かないだろうなって思ってたタイミングで、まあさっき電話して、その時になんかあもうこれはもうダメだなって気づいて決断した。あプレゼントも発送するよ、洋服とかたくまのなんか下着とか全部まとめて、って感じですね。いや無理だなこれはって思って、そうなんかそのなんだろう、なんか、まあ、例えばそのなんか私が20日間会ってなかった時があったじゃん、たくまと20日間会ってなかった時があって、なんかそれがその私がそのたくまの優先順位が低いっていうことをなんか不満に思ってた時があったじゃん。でなんかその、まあ、今なんかこう飲み会してるんだけどまた連絡するねって言った時にもう連絡は出ないよって言われて、その自分があもし電話来てもその電話出ないってことに関してどうしてって言った時になんか俺のことをこう優先なんかこうしないんだったらなんか俺も前を優先しないから俺は電話に出ないって言われて、でなんかそれってなんかさなんだろう、自分はなんかこうなんか仕返しに感じたんだよね。なんかこうそれがなんか納得できなかったからとかさ、でなんだろう、じゃあそんなことしてたら私もじゃあ電話しなくなっちゃうし、そう気持ちがたくまを優先してたつもりだけど、たくまがその優先をなんだろう、わざと電話に出ないとかそういうことをするんだったら私もそんな風になっちゃうかもしれないし、お互いに良くないじゃんみたいなことを言ったらそれでいいと思うみたいな。でその時になんかこう頭きて電話切っちゃって、もういい、あもうめんどくさいからもう別れるって言って、でその後に、まあ、連絡既読無視されてたんだけど、すごいやっぱこう 2、30時間ぐらい考えてたのかな、考えてやっぱこうこれは無理なんだろうなって思って、自分的にはだからそのなんだろう、そのツイッターに私がその載せちゃった件に対してまあ、たくまが怒ってたっていうのは分かるんだけど、それはお互い様だったからさ、それは配信上なんかこう私だけがそういう風にしてるとかじゃなくてさ、お互いがお互いでそうやってたから、でも私はそれに対して
不満を言ったこともないし、そう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 、なんだろう、あとはそのそうそうカニのやつね、消したんだけどさっきね、まあもうその別れることになったしね、うん、あてかさ他人の話はどうでもいいから、うん、で例えば私だったらその配信してる時に自分の贅肉の背中とかを写真撮ってその配信でアップをしたりしてたじゃん。だからそれってこう同じことをしてんだよねお互い。それに関して私は別に何とも思ってないしね、別にいいんだよ。だけどその自分だけがダメっていうところがさ何なんだろうって思ったしね、うん、それはひどいよってみんなに言われるのもよくわかんない私にた私からすると、うん、じゃあなんでこう自分がされて嫌なことをじゃあやってるんだろうと思うしね、うん、だからそこに関してはお互い様というか別にそれが私嫌だとも思ってないしね、ただそのなんかこう絶対的になんか絶対に私が悪いとかさなんか絶対に非が私に 100% あるみたいな感じがこうずっとつい続いてたような気がしてて、なんか私も私でこう、まあ、我慢してて、うん、そうまあそれまあそれであれかな、まあ、こうなるだろうなとはずっと思ってたんだけど、まあ、それが今日だったっていう、そう鼻毛アップ拒否って、いや私乗せないよって言ったよ、うん、乗せたかったら乗せていいよって、でなんか別になんかそこ私がこのなんだろう別れましたっていう発言に対してなんかそのやじされる理由も分かんないし、なんかうざいコメントブロックすんね、なんで別れたことでそうネタとか言われなきゃいけないの、またいつも寝たかとかさ、225さんブロックね、うんうん、分かりました、ただここに、うん、あ、ありがとう、うん、うん、いやもうだって繰り返してもしょうがないかな、うん、しょうがないなって思う、うん、まあ別れようって言ったのは私からだけど、まあきっと多分たくまもなんかこれは続かないなって思ってたんじゃない、お互いに同じことを思ってたかもしれない、
私が切り出しただけで。うん、あとはなんかその電話の時にこれからはあの我慢して真由と付き合っていくねっていうことをすごい固くなに言われたから、まあ、それもなんかなんだろうな、まあ、真由も真希だしあれなんだけど、なんだろう、うん、だから何があってももう俺は絶対にもうノーとも言わないし全部受け入れるねって、俺は真由と付き合ってるんでしょ、じゃあ全部俺はその何イエスマンになるからみたいな、それも続かない原因の一つと、うん、だから、うん、まあ私はだからそのなんかこうバカにされてるように感じるんだって前に、いやそんなつもりはなかったから。本当にこうタクマをバカにしてるとも思ってないから、だってバカにしてる人と付き合うことなんてありえないじゃん。でももうそれってきっと私に、なんだろう、私はそういうつもりはないんだけど、私の性格、私自身がそういうふうに自分で分かんないからさ、うん、うん、まあどっちが悪いとかじゃないんじゃないかな。これはやっぱ難しい。私はもうやっぱ配信者とは付き合わない、難しかった自分には。うん、難しかった。うん、そう、私もそのバカにしてると思ってか、バカにしてもないからさ、でもそれはタクマはそう感じるらしいから、うん、しょうがないな。うん、って感じかな。いや配信者みんな我が強いよね、配信者は。うん、いや次行こうっていうか、別にそんな何恋愛したいわけじゃないからね、すぐ男欲しいとかそういうわけじゃないから、私も子供だしね。だマユとだタクマも別に悪いやつじゃないからね。うん。いいところもあったし、ただそれぐらい難しいってことなんだろうなってこと。配信を通さなかった。今までは喧嘩したことなかったからね。うん。別れました。うん、まあ、事実、まあ、一緒にいて楽しかったしね、配信会も。
まあそのね、まゆとたくまくんを応援してくれてたリスナーさんもいたからね、あの箱押ししてくれたリスナーさんもいれば、だ申し訳ないな、こんな形で終わっちゃってというか、まあ、早いしね、2ヶ月ぐらいかな、うん、うん、かな。でちょっともうそういう勝手な予想をするのはやめてほしい。で そんでなんか勝手な予想してあの逆ギレ してくるタヌキもやめてね。もう疲れちゃうから、今ずっと悩んで悩んで悩んだ結果この形になったからさ、うん、うん、そう、いやだからそのまあ例えばまあその冷たかった、その配信上でなんかこう冷たかったみたいなのもやっぱこう私に何かしらこうイライラとか我慢とかなんかあったんだと思うよ。それがこう表に出ちゃってたんだろうね、多分そうなんじゃないかな。あーね、匿名さんすいません、優しいね、いや復縁芸とかやらないからやめて、もうちゃんと決断したことだから、うん、うん、まあなんかそのなんだろう、まあ復縁の予想とかさするのはまあ他人の勝手だけどさ、それを私に言ってきてやめてほしい、うん、私があとはもっとこうなんだろうな、立ててあげれなかったかもしんないしね、うん、そう、だね、難しいね、うん、いや知らないよ、それを私にその南ちゃんと復縁したいとかさ、それを私に言ってくるのもよくわかんないし、まあ、ただ合わなかっただけだから、そこでたくまくんが別になんだろう、うん、まあ仮にみなみちゃんとじゃあに行きたかったとだっても私は怒ったりしないけどさ、うん、2人で話して、まあでもまあ、ちゃんとは話してない、なんかこう自分がその相手に対してのなんかその思ったことを言っちゃうとまたこう喧嘩になるかなって思ってもう別れるとしか言ってないけど、でもそれで相手は納得したからね、なんか別れるってなった時にこう不満を言って言って別れるよりも別れましょうで終わった方がいいかなって思って、うん、そうだね、正直言うとちょっと疲れたかな、なんか、あ、鎌倉行くよ、鎌倉は行きますよ、うん、
あ、違う、ちなみにね、すぐ配信撮ってないよ。あの荷物の発送とかもうそこまでの話をした上で配信つけたからね。あの前回と違うから、前回は私が勝手に別れるって言って配信つけたけど、たくまがその分かったっていう、ちゃんと別れますってことを受け入れるまではちゃんと言うのを我慢したよ、うん、うん、そこはちゃんと成長した。そう、結果的にやっぱ報告しないといけないしね。うん、うん、たくまもそのあの合鍵があるからさ、その合鍵をあの送るねって言って、私も住所送って、たくまも住所送って、まあそこまでの話をした上でね、そこは、うん、鎌倉舞ちゃんおまけだったのに行くの、え、おまけとして呼ばれたわけじゃなくない？まあ奈々ちゃんにも別れたけど行っていいですかとは聞くけど、まあそれでダメとも言わないと思うけど、普通に私は行きたいからそれは行くし、なんかそこで行くなって言われる筋合いも分かんない。別に私はその奈々ちゃんの鎌倉行きたいから、行くなって止められる筋合いもない、そこは。うん、うん、例えばね、うん、そう、さとみさんも来るね、エンディさんもいるしね。いや、冷静になってっていうか、別にその感情的になって言ったわけじゃないんだよね。この今の私の感情って、あの今日突発的なことじゃなくって、まあちょっと友達に相談してたりとか、これはもうその続かないんじゃないかとかね、話してたから、まあでもそのきっかけは、まあ今日ね配信会で電話した時に、あ、もうこれは無理なんだなって思ったから、うん。たくま行くって言ってたよ、カバクリ。いや、なんか気持ちが冷めたっつうかさ、まあ好きだけじゃうまくいかないしね、そのほら、例えばほら社内恋愛禁止とかさ、あるでしょ、職場とかでもうまくいかないからじゃない。さとみさん配信引退してないでしょ、うん、前が別れを考えてたなんて、いや、あのね、別れを考えてたっつうか、これってどう転んでもきっとこれって未来って続かないよねっていう話はしてた、友達と。あ、みゆちゃん、うん、うん、そうだったよね、私31歳じゃん。なんかこれでこうズルズルしていくわけにもいかないわけなんだよね。私31歳だからね、うん、今年、うん、これで復縁したらリスナーやめます。わかりました、ピーちゃん、わかりました。
ピーくんだよね。結構まあタイム、そう、私のまあぶっちゃけ言うと、まあ、自分の中でその、まあ、今後付き合っていくんだったら、まあ、こんぐらいの期間、まあ、一緒にいて好きでも、あ、この人とはこう未来が見えないなって思ったらどっかの区切りで終わらないといけないなっていう決断をちゃんとしないといけないなとは思ってた。だ今後もそう、私が次に彼氏ができたらそのそうだね、どっかの区切りでここまで付き合ってみて期間を設けて、あ、それでもこうこの人と結婚が見えるなって思わなかったら別れを今後も決断しないといけないよね。男性はいいけどさ、うん、そうだからこうずる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 好きだけで付き合っていくのは良くないよね。そういう不安もあったかな。それはあのこの前の女子会の時にさとみさんとエンディさんと話したけど、結婚したいんだっていうか結婚願望は別にないんだけど、変にこう沼ったら怖いじゃん。何年もさ好きだけで、例えばさとみさん7年付き合って別れちゃっていろいろあったじゃん。そうなったらやっぱ自分も怖いしね。あーね、あんちゃんありがとう。そうだね、だから別に何だろう、たくまくんいい人だしね、私なんかよりももっとこうたくまくんをこう後ろから何後ろから歩いてこう立ててくれる、なんかそういうなんか古き良きなんか年下の女の子とかがふさわしいんだと思う。私にはたくまくん、私にはたくまくんにとってまゆはふさわしくなかったしね。うん、ペコペコされたいというか、でもみんなそう、男の人ってこうやっぱ立てていかないと、私もそこは足りなかったなと思う。子供だしね、前は。うん。とは思う。昨日まゆちゃん家で配信、まゆちゃん帰ってきたら怒って消して、その私もびっくりしてて。でまあ、聞いてみたら、まあ、その、映画見てたんだけど、カニシャブ行って映画見てたんだけど、めちゃくちゃなんだろう、まあ、イルミネーション見たりとか普通に楽しかったんだけど、喧嘩もせずね。だけど本当はなんかそのイルミネーション見たりとかカニシャブ食べたりとか映画見たりとか、なんかその俺がその口をさアップにしたやつをまあ怒ってたらしいんだけど、あれも俺がずるずる怒ってたらせっかくの映画が楽しめないと思ったから、なんか我慢してたんだって。うん、そう我慢してたんだって。
でもそれはお互い様だからね。うん、帰ってきたら怒ってて、昨日前家に、そう、私ね、おかんとねちょっと出かけてて、帰ってきてたら、まあ、不機嫌だったから、えってなったけど、でも私わかんない、まあ、他にもあんのかな、あれだけで。だって私の贅肉も配信で写真をアップしたりしてたんだから一緒のはずなんだよね、それは。だからそこに関して、まあ、なんか我慢してるってすごいこう言ってたから、なんでこんなにその彼は我慢しながら付き合ってんだろうって思ったしね。まあ、それはたくまくんにも言ったんだけど、なんでそんなにあの無理してんのって。だからその、そう、他人はいいけどこう自分はダメっていうのもちょっとよく分かんなかったしさ、うん、まああとはなんかその見られてる人数が違うから、前はその見られてる人数が多いから嫌だとも言ってたかな。でもそれはしょうがないから、うん、わかんないけど、わかんない、チリツモだったんじゃないかな、チリツモ、その前に対して。配信的前のお腹の画像面白かったけどさ、まあぶっちゃけ面白かったらね、いいじゃんね。配信者別にそんなかっこつける配信だけってちょっとそれもあれだしね。まあこう考えるのも、うん、3、8、2ブロックにしつこい、お前しつこいから。どんだけゼロワン好きなんだよ、うん、うん、まあやり方人それぞれだからね。そうだね、なんかそれをなんか別れたことをさ、なんか外野に笑われる意味もちょっと分かんないんだけど、なんで別れたらバカにされんの、うん、うん、配信者たち一人の、いや普通に一人の男性として優しくていい人だったよ。特にまあちょっと小難しいけどさ、うん、うん、いやなんか連投してたからずっと326号が。
まあそうだね、繊細だね、繊細ではあるね。だし私が、向いてなかったというか、まあこうなるよね。まああとはその、なんかこう話し合いが好きなんだよ相手は。話し合いをすることが好きなんだけど、なんかこうそれがこう私はこう話し合いできたと思ったことが一度もなかったっていうのも引っかかりポイントだったかな。相手はこう納得するけど私は納得したことがなかったというか、まあでも相手も納得してないんだけどさ、なんかこう絶対に私に 100% 非があってっていう話の流れがいつもそうだったから、まあそこかなちょっと。なんか諦めてたしね、そこも。何言ってもきっとなんだろう、あの無理なんだろうなみたいな。変えさせたかったんだと思うよ、前のことを。まあだからそうだね、俺が変えさせてあげないとみたいな感じもね。そうだね、いやまあご縁はあったんだけどね、このまあなんだかんだ半年ぐらいかな続いてたからさ、付き合いは、交際は2ヶ月だけど付き合いは半年ぐらい、まあそんな感じだからね、鎌倉も行くし、まあ拓磨くんにはもっといい人と出会えると思うよ、私なんかより。貴公子って呼ばれてたからね、マキじゃなくて貴公子。まあ本当貴公子だと思うしね、大変だったんじゃない貴公子と付き合うのは。最後荒探しになってた。荒探しっつうか、こう相手のここが許せないって思ってて、なんかそれがだんだん大きくなるパターンあるじゃん。で話し合ってみたらっていうのは、こう話し合えたらさあ、こんなことで悩んでたんだ、こんな小さかったことがこんな大きくなってたんだってことってあるけどさ、なんかその話し合うってことが難しかったんだよねうちらには。そうだね、うん、たくますぐ彼女できるんじゃない。お互い傷つき合ってたよね。いや私は別に傷つき合ってたとは思ってないよ、別に私の贅肉の写真とかも傷ついてもないし、そういうもんだろうな確か。何時貴公子
気違いだからじゃない。まあ、自分では歩み寄ってたつもりだったよ。その言い返さないとかね、自分なりには努力してたつもり。だからそのね、前を自分の思い通りにしたかならなかったら無理だったのかな。いやでもね、なんかそれもやっぱ性格なんだよ。私の友達でもいたから、なんかこう前のために言ってるんだよ、前を正したいから、前をちゃんとしたレールに行かせたいから、あなたを変えさせるために説教してるんだよって言ってた友達だけどさ、まあ、結局そのこともうまくいかなかったし、それってなんつうの、なんか自己満でしかないじゃん。だそういうのはちょっとうまくいかないかな、そういう考えの人は。だからこう相手は私のことを思って言ってるかもしれないけどさ、それでいいレールに行くんだったら、私はもう二十歳で結婚してんだよ、もう子供もいて、人を変えるっていうことは無理だからね。人のためって書いて偽って読むしね。あーちょっと深いかもしれないそれ。3365さん、それめちゃくちゃ深いね。人のためと書いて、まあエゴみたいな。そう、まあでも、まあ、自分が言えることは、過去の恋愛よりもうまく付き合っていってたと思ったし、自分なりにまあ努力した結果、まあ、配信はつまんないって言われてたけどさ、みんなにつまんないつまんないって言われながらもね、そんな最初からまあ、努力はしてたけどさ、全てをそんな、まあ、他人にももっとこうしてあげなよって言われるけど、そんな全部が全部機械じゃないんだからさ、そもそもなんで変わらなきゃいけないの？そうだね。待って、つまんなくはないんじゃない？つまんなくはなかったんじゃない？別にかそってたわけでもないし。で、毎度ご飯配信したら1000人見てくれてたじゃん、たくまくんとご飯配信、ご飯作って、ただもう配信者とは付き合わないね。
大変だから、だから難しいから、それでまた別れるって悲しいからね、まあ、なんだかんだ悲しいからね、なんか残念でしかないじゃん、この結末って。マユとマキは、いや自分でも分かんないけど、なんかこう配信中のマユはなんかこうサバサバしてるんだって、喋り方とかも生意気なんじゃないかな、生意気で聞こえとか分からないけど、うん、別に愛知からないでしょ、配信で見るのか、あ、たくまくんの、なんだろう、なんか人間不信なんじゃない、わかんない。でも普通に楽しかったけどね、配信外も、てか配信外の方が仲良かったからね、こう配信ついちゃうとお互いのアンチがさ、まあ、必ずどっちか来るからさ、まあ、前もなんかそれがもうイライラしちゃったりとかして、まあ、配信見ないようにしてたんだよね。でタクマもそうだったんだって、私の配信見るとそのタクマのアンチがこうコメントしてくるから、お互いの配信見ないようにしてたしさ、でもやっぱ一緒にいるとさ、あの配信しちゃうじゃん、でそこでまたこう喧嘩してさ、タクマも配信したくないわけじゃないから、一緒にいたらやっぱ配信したくなっちゃうっていうのはやっぱ配信者だから、負の連鎖だったかな。うん、配信者同士、そうだね、まあでもうまくいってた方だとは思うよ。だって配信上でバチバチな喧嘩してないから、怒鳴り合ったりとかさ、だからタクマもねプラチナプラスまで行ったしさ、マイナスではなかったと思うよ。私も別にマイナスではないと思うしさ、うん、いい方だったと思うけど、うん、まあだから前のリスナーさんはそう思うんだけど、たくまのリスナーさんはたくますごいこう我慢してたって、なんかこうお互いに我慢してたんだろうね、お互いのリスナーさんがそう言うじゃん。お互いに心配してたんじゃない、お互いのリスナーさんが。だからたくまくんのリスナーさんにはもう申し訳ないです、なんかこうたくまくんをこう我慢させてるとか、こうストレスをこう抱えてるような風に見えたたくまくんのリスナーさんには、もう私のせいで、たくまを推してるリスナーさんにはこう心配かけちゃって申し訳なかったですね。こうリスナーさんってさ、こう自分のことのようにこう涙してくれたり怒ってくれたりとかさ、友達のようにこう大切に思ってくれるからね、だから振り回しちゃう気持ちはわかる。だからそういうリスナーさんに対しては申し訳ないなって思うけど、なんか外野の悪口とかは
普通にうざいからブロックする。これ絶対ヤジだなとかね、うん、まあだからすぐ別に彼氏作りたいとかもないし、なんかただちょっと分かんないのがさ、私マジであの男脳なんだよね。男性脳と女性脳ってさ、別れた後ってさ、女性ってさひたすらに泣くじゃん、泣いて泣いて泣いて、で男の人はやっと解放されたみたいなさ、で女性は徐々に元気になっていくんだけど、男性ってあなんか寂しくなってきた、まるまるちゃん元気からみたいなんじゃん。私も男タイプなんだよねきっと。で今はすごいこう、あーなんかこうすっきりなんかこうあれだなってなってるかもしれないけど、うんうん、わかんない。アジラの時泣いてたっけ、タクマの時も泣いてたよ。だから前回とかね、うん、そう、いやより戻さないよ、うん、戻さないよ、しょうがないとしか、うん、そうだね。いや今来た日の人はなんで別れたか、もう性格の不一致なんかな、あとはまあ話し合いができなかった、だからお互いにちゃんと話し合いができなかったところとか、あとはお互いがやっぱ配信者だったからとかかな。そう、うん、性格の不一致は、まあでもこう、なんだろう、付き合ってみて見えてきたことってあるじゃん。例えばこう今までは事細かく言われたことがなかったの、でもそれって付き合ってなかったからなんだなって、まあ彼女だったら指摘するけどってタイプだったのかもしれない。彼女になったらこう細かかった。まあでもセフレ止まりが仲良かった秘訣だったのかな、うん、まあ無理してたのはお互い様だったのかね。まあお互い様だったね。でも好きだったからね。お互いがこう我慢してたのかな。で、たくまも、まあこれはもう無理だって分かったからこそ、まあ別れることも納得してたしで。クリスマス一人ぼっち、一人ぼっちだね、うん、3日前から新しい、あそうなんですね、よろしくお願いします、よろしくお願いします。
なだちゃんの鎌倉行くよ。鎌倉は25日に彼氏と過ごす予定だったんだよ。それがなくなったってだけ。まあ、いいわ、ありがとう、ありがとう。新しい 恋をしたらそんなに早く恋できるかな。恋しようとは今ならないんだけど、さすがに。鎌倉にたくま来るけど行くよ。なんでたくま行ったら私行っちゃいけないの。行きたいよ普通に。鎌倉は奈々ちゃん主催の。あの占い師当たってた。今思うと今年はセフレのままでいなさいって言われてたな。で来年からあのモテ期来るって言われてる。ちなみに今年は恋愛じゃないよあなたって言われて、今年あの恋愛してもうまくいかないからセフレでいて我慢してせめて来年付き合ってって言われた。あ、そうなんだ、あーちゃん。めちゃくちゃ好きな人と別れて1ヶ月もっと好きな人と出て、そんなご縁がさ、あるの？まあ、でも、恋活はしない。なんかこう、鼻息を荒げて恋活してる人、にさ、あの行こうと思わなくない？そういう恋活はしないだから、そういう時っていいの寄ってこないんじゃない、きっと。しかも今年は恋愛する年じゃないし。別れてよかったっつうか、いや別れたことに関しては悲しいとしか、悲しいでしょ、私も6年付き合って別れてすぐ付き合った。あ、そうなんだ。もう6年とか付き合ったらダメだよね逆にさ。また心霊配信とか見たい。いやちょっと心霊配信に関してはさ、あんやであの自殺した人が3人出てきたっていうのを聞いて、そういうところは安易に行っちゃいけないんだなって思ったんで、ちょっと心霊配信はしないかな。怖くなった。今月もあんやで死んだ人がいたって。こればっかりご縁たくまと縁がなかった。あ、でもあの付き合ってよかったと思うよ。付き合ってよかったと思うし楽しかったよ。その全部が全部配信で映ってるわけじゃないからさ、あの好きな人に今日は何作ろうかなとかさ、楽しかった。私人にこうなんかご飯作ってあげるのすごい好きだから、そういうのが楽しかった。なんか久々に、おままごとじゃないけどさ楽しかったよ。麻生スケベゴリラさん、たくまの何が一番好きだったの？たくまのやす、優し、あのね優しかったというか、あ、怒鳴らなかったところかな。
つくもくんと会わなかったらどんな人が会うんだろう。ただ受け入れてくれる人がいいな。その配信の自分とかさ、受け入れてくれたらいいなって思う。別に配信でこう悪口を 言うとかじゃない、ないにしろさ、そういう眉も嫌いにならないでほしいな。私で怒鳴らなかった人初めてだった。たくまが初めてだったね。そこがすごいこう印象が良かったかな。こんな人がいるんだっていうね。嫌いなところも許し合える。そうだね。愛は受け入れることだ。あ、別れたりどなる。あ、そう、マリオさんが。そっか。もう忘れちゃったよ。26センチじゃなかったっけな。忘れちゃったよ。もう意外だよね。マリオさんってどなるんだっていう。だから優しい、こればっかりは付き合ってみないと分かんないよね。こんな人がみたいなあるじゃん。殺人とかでもさ、こんなおとなしそうな人がって、人は見かけによらないんだよ。まあだからたくまくんは、まあ、すぐ彼女できるんじゃないかな。幸せを願います。まあ、そればっかりはいい人と巡り合えると思う。もっといい人とさ、まあ私と別れたことによって、まあ、たくまくんも来るんじゃない？なんかコメントとかで私と付き合おうとか来るんじゃない？すぐ彼女できるんじゃない？なんかこう常に一人の時がないんだって。常にすぐ彼女つうかそういうのが現れるんだって。途切れたことがないらしいから、まあ、すぐできるでしょ。ラッシュアデクト、あ、色素沈着するけど前もラッシュアデクトってたよ。ラッシュアデクト、恋愛体質っていうかね、たくまね寂しがり屋なんだよ。多分一人でいれないタイプなんだと思う。ああ見えて、意外とね寂しがり屋なんだと思うよ。でもなんだろう、イメージ悪かったけど、前と付き合ってたくまくんを知って、たくまってなんかいい人
とかさ、なんかプラスな見方になった人とかもなんか増えたらしいよ。なんか前まで嫌いだったけど好きになったとかね。いや、過去の女性は知らないからな、まゆ。まあでも、なんだろう、女運悪いとも思わないからさ、またなんだろう、今までの過去の人もなんか素敵な人が多かったんじゃない、たくまは。いい人に出会うんじゃない。うん、別れた理由なんだろう、別れた理由一言で表すと何だろう。金のこと、金の玉、俺のために別れてくれてありがとう。金のこと、金の玉、うん、メンヘラホイホイじゃないと思うよ別に。まあメンヘラじゃないしな。いやでもちょっと当分はちょっと、コラボとかはお休みかな。なんかそんなすぐコラボするのもキモいし、みなみちゃん生理来ない発言してたけどどうなの。いやストレスじゃない、ストレスだと思うよ。いや私もだからなんかこう体の崩れてんのってなんかこうなんだろう、ストレスなんかな。いやストレスないと思うけど、まあ乱れてんじゃない。いやたくま普通にいい人っていうか彼氏としていい人だったからね。ああそうか、みなみちゃんはちょっと痩せすぎちゃってんのかもね。30キロ台って言ってたよ確か、すっごい痩せてんだよみなみちゃん。ホルモンバランスが崩れちゃってんだよ。私はねもうなんだろう、体重も増えてどうなんだろう。ガイアがなんか言ってた、私がこの別れましたっていう配信をさ、なんて言ってんだろうよっさんとか。あ急激に増えるのも、あじゃあそれかもしんない。うん、別れた夢のは下げ癖、いや全然それはむしろ全然下げ癖いい方って言われてよ。俺はなんかもっとやばいのを見てきたからって。それは別にだから下げ癖最近悪くないしね。たくままだみなみちゃん好きだよ。それはないけど、私言ってきて何になるのそれ。うざいんだけど414号さん。
誰か定期で、定期、性格の不一致でお互い話、まあ話し合ってもないけど、お互いまあ納得して別れることになったって感じ。もともとセフレだったのは別れとかどうでもいい、ハイマとサイボーグだよ。414どこ414。あ、普通にこれうざいでしょ。だってブロックシティうざとかじゃなくて、私も不快だと思ったから。分析するのはいいけど、勝手に分析したの私にコメントしてこないで。私が不快に思う分析をさ。そうだね、マリンちゃん。あ、定期ありがとう、ちゃん。なんで誰もうんこ食いしてこないんだろうね。分析中だ。分析なのか、なんか嫌がらせじゃない？いや、なんかさ、みんなは尽くしすぎって言うけど、全然尽くされてないって言ってた。だから別にそうや、なんかそれ尽くしすぎて調子乗ってたとかそういうのはないよ。そう。まあ、でも私も別にそんな尽くして、尽くして尽くしてとも思ってない。なんかそれが普通、普通というか、普通体、まあそうだね。あの念入りに、あのマッサージ付き、あのスクラブで全身マッサージと、あとヘッドスパと、あとなんだで仕上げに、あの風呂上がりの皮膚が柔らかくなったら角栓を除去してみたいな。別れたって何じゃん。あ、行くよ。それはちゃん行く行く。全然もっといい人いますよ。いい人だったよ、たくまも。まあでも私ね、なんだかんだね、長いはずなんだけどね、今回短かったな。2ヶ月か。短かったですね。でもこれってこう、なんだろう、まあ別れたけどさ、別れを決断したけどさ、まあ相手にもそんなこう、相手にダメージ、なんだろう、配信的なダメージがあって、お互いにこう、大体こう別れが来る時ってさ、どっちかがさ、叩かれたりとかあるじゃん。でも今回はそういうわけじゃなく、終止符を打てたのはよかったのかな。スクラブとかヘッドスパはそれ眉がしてあげてたよ、マリンちゃん。まあ、明日荷物をまとめて、あのたくまにそのクリスマスにさ、
なんか大きなプレゼントをもらったんだけど、まあ、それを返すわ。なんか申し訳ないしね。うん。まだ大丈夫だよ。うん。あのうちにあるんだよ、たくまのクリスマスプレゼント。うん、それを もらったらたくまも返してほしいと思うしね。うん、なんかね今日忘年会らしい。たくま多分明日スノボ行くから、その時に話すんじゃないかな。あ、合鍵も送るって言ってたよ、うちに。合鍵も。いや、開けてない、私に開けてないんだ、それ。エンタメなわけないだろ、これが。こんなの何のメリットもないんだから。うん。何のメリットもないよ。だからなぜかその振られたとか振ったとかそういうのじゃないって。なんかそういう言い方も良くない。お互い納得して別れたんだから、そんなのどうだっていいじゃん別に。どっちがってうん、別れたのにスキー行くの知ってるんだねってさ。知ってるよそれは、2日前に言ってなかったっけ。今日別れたんだからね。まあちょっと待ってね、私がちょっと待ってね、バックグラする。まあ、自分が送ったちょっと待って、私何つったんだっけな。こんな感じで、でたくまくんもあのオッケーってきました。オッケーって、で荷物の件了解ですってあの住所のやり取りして終わった。でたくまくんから今 LINE 見たら、あの住所来てたから明日発送しないとな。明日発送だね。晒すのって私が送った分は晒したっていいでしょ。それは相手から来たのを晒してるわけじゃないんだから。あ、鍵は発送するって。だからまあかまくりでは絡まないよ。
まあ忘年会中だしね。まあでもまあね、タイミング、別れを言うことにタイミングってさ、うん、持ってきてほしいって、それうちんちじゃないからね、あの鎌栗だからね、鎌栗、うん、もうそこ勘違いだから。別にそんなにムカつかなかったけど、なんかまあ拓磨の性格も知ってるからさ、まあなんかこうなんだろう、うん、不器用なんだよきっとね。悪い人じゃないと思うよ。うん、まあだから明日滑走してくるわ、起きたら。プレゼントタックマからするとさ、もったいないって思うじゃん、損をしてしまうしさ、まあだから、まあ、何のものか分かんないけど、自分が私物に使うのかもしれないしね。うん、別に引き止めてほしいわけじゃないからさ、いいんだよそこに関しては。別れた後に人を落とすような発言、リスナーと一緒になって叩くの。いや別に叩いてないんだけど、口どけ言われても内容全然違うよね。88号さん何を言ってんの。あの私叩いてないんだけど、全く叩いてないんだけど、あの性格の不一致とも言ってるしね、ちょっとやめてもらっていいですか。うん、うん、捉え方というか、うん、全く叩いてない、なんかそういうことを言うんだろうなきっと相手の方に。いや拓磨くんのリスナーでもないから、なんかこうこういう話をするとさ、そのヤジが出てくるから、まあ第三者が言ってるのか分かんないけど、だから何も知らない人とかが言ってるパターンとかね、うん、嘘、予算バンになった、誹謗中傷でなんかさ本人通報してってめっちゃ来てたんだけど、あの通報って私 NG ワード、あとバンもね、うん、こうなるから報告が短くすぐ終わった方がいいんだよ。いや別に私は喋りたいからやっぱ喋りたいしさ、なんかなんだろう、私がこう今話してることによってさ、なんかその勘違いする人、私が悪いわけではなくない、それ勘違いだよで終わりだし、配信どうなんだろう、でもまだ先の話だよ、うん。
まいちゃんのことサイボーグって言ってた。ネタか本当かを気にするリスナーの気持ちになって、ネタって言ってる人は私のリスナーさんじゃないから大丈夫。ネタって言ってる人は、あの外野の気持ちは考える筋合いはないから。うちらがネタをやるようなあのカップルってリスナーさん思ってないから。相手方のリスナーさんだってそうだし、そこに関して。別にそんな人の気持ちを考えてたらさ、配信なんてできないよね。生理はまあ1週間遅れてるけど、まあホルモンバランスなんかね、食べ過ぎも遅くなるんだって。だってさ、ネタっていう人はネタじゃないって言ってもネタって言うんだからさ、もうほっとくしかないよね。そんな人の配慮してたらキリないもん。もうほっとけばいいんだよ。前回2週間遅れた。しかも前回も食べ過ぎ。そう、前回2週間だね。本の思う生きればいいんだと思う。ありがとう。そう、私ね、韓国行くと便秘にもなるし生理も遅れる。そうなんだよ。そう、まあなんかこう考えすぎちゃうと、あの気は持ちようだからね、本当に考えると遅れるんだよね、気持ちで。だからあんま考えないようにする今。そう、私はちょっとまあ切り替えることはできるから、まあ明日からは普通に配信できたらいいなって思う。だから別に、なんだろう、私そんなズルズルさ話すタイプじゃないとも思ってるしさ、ね、今日ぐらい別にこうゆっくり話してもいいじゃん。そういう時もあるじゃん。明日もまたズルズル言ってたら、まあそれは私が悪いけどさ、今日でも切り替えるから。前平気そうに見えるけど繊細だよね。まあ繊細だけど、まあでもこれはやっぱなんかもうしょうがなかったとしか、まあこうなったんだよ、遅かれ早かれ。いや、思ってくれてたよちゃんと。だからまあ思ってってたからこそこう正そうとかさ思う人もいるんじゃない、きっと。あなたのために言ってるんだよっていうパターンもあるじゃん。生理来てるだけじゃ、そうなんだ。子宮がんは生理が来なくなるのか。いや、決断は早かったと思うよ。なんかね、前回別れた時は
なんかこう敵に見えちゃったんだよ。なんかそれがまあ別れたのが11月の頭で、まあ、その時はこうまあ信頼してた人にまあ裏切られたりとか、ちょっと精神的に不安定だったんだよね。なんかこう信用できなくなっちゃったんだよ。きっとタクマも私のことを裏切ってるし、なんかもしかしたら敵かもとかね、なんかそういう被害妄想から逃げちゃった。で決めつけてきっとこうでこうなんだろうみたいな。前回と別れた理由は違うかな。まあでもそれは相手が良かれと思っての行動だったりとかさ、昼間仲良く配信して、まあでもあれもなんだろう、ギスギスしてたと思うよ、配信見てた人は。ギスギスしてたと思ってたんじゃない。ピリピリしてたっしょ。そうだったと思うしね。いや引き止めるも何もお互いに不満に思ってたからさ、こうなるでしょ。別に引き止められるとも思ってないし、福ちゃん ね猫ちゃんみたいだよね。まあそんな感じかな皆さんに。前は今から寝るわ、今から寝て明日起きたら発送して、終わったら起きて発送してまた配信つけるね明日。また明日配信つけます。前はもう寝るわね。ダメだか、ハムリーさんうまく強すぎる。スイマは甘え。いやなんかこう脳を結構使ったんだよ今日。あとね寝てないんだよね。今日6時間しか寝てない。今日は10時間ぐらい寝てない気持ち。じゃあみんなまたね。おやすみなさい。ありがとうございました。また明日から切り替えて、配信をつけるからさ。あ、ブーコンおやすみ。おやすみ。また明日ね、みんな。あちゃんもありがとう。おつまゆでした。ありがとう。じゃあね。おやすみ。